深本恭一です。今回はですね、こちらのビビチャージ A のちょっと改造をしたモデルですね、ブレーキランプ対応にしたビビチャージ A の走行レビューをしたいと思います。はい、ではですね、発進します。はい、でモーター音なんですけど、そのビビチャージ W とはねちょっと違って、少し高めの音がねするように思います。でこれね、他の YouTube のですねチャンネルで、ビビチャージ AT でですね、九州の方にお住まいの方で動画を結構上げてらっしゃる方がいて、まあ、その動画のねモーター音が結構入ってるんですけど、それもやっぱりね、私の知ってたビビチャージ、まあ、Wの音、 W とか WT の音とは違って、まあ、結構この自転車に近い音がするんで、まあ個体差でなく多分何かしらの仕様変更、ビビチャージ W、WT、まあ、DT とかね、その時代2013年、2014年モデルと2000、まあ、このモデル2016年モデルから、とは変わってるのかなと思います。はい、アシストの特性に関しては若干ですと出だしがねアシストが強くなってる感じだから、このビビチャージ A はエネループバイクにちょっと出だしはね近い感じになってます。はい、で下り坂ね、オートマチックモードにすると速度を自動で保つ制御が働きます。まあ、これはね、ビビチャージ W とかと同じです。はい、だけど、まあ、私は基本的に平地充電モードで漕ぎながら走りたいというタイプですね。はい、で、まあ、ちょっとね平地充電モードの制御とかが従来のと変わってるかどうかは、まあ、まだねあんまり走れてないんで分かんないんですけど、まあ、基本は一緒なんですが、ちょっとなんかアシストされる時のアシストが強くなってる気がするんだけど、まあ、ちょっとこの辺はよく分かんないですね。はい、であとはねこの表示がね、先代のモデルは積算距離とカロリーの表示なんですけど、これは、時間残り走行アシスト走行可能時間と距離になってますね。はい、なんで、まあ、その辺が変わってます。まあ、これは他のねセンターモーターのモデルと同じになった感じですね。はい、まあ、このパネルが変わったのと合わせてその辺が変わってると。で、あとはまあこの自転車ね、履いてるタイヤがちょっとグレードダウンしたものになってるんで、その辺の乗り味も違ってますけど、うん、まあでも、あとそうだ、フレームね、フレームがアルミフレームになってるんで、やっぱちょっと軽いですかね、前の炭素鋼のアレックスフレーム、まあ、鉄フレームのね、アレックスフレームと比べると、やっぱり、まあ、このフレームでね、車重が、まあ、1キロから2キロぐらいかな、軽くなってるので、まあ、ただあとあれなんですよね、そのハンドルロックがクルピタになってるんで、前のはスタンドロックだったんで、そのスタピタと比べると、まあ、その辺の機構も軽量化できる要素ではあるんで、まあ、単純にフレームだけで何キロ軽くなってるかっていうのは、まあ、ちゃんと計算すれば出るのかな、まあ、ちょっと分かんないんですけど、まあ、1キロ2キロは軽くなってるのかなと思いますね。まあ、ただ三洋のエネループバイクとかと比べると、やっぱハンドルあたりが重い感じがしますね。いや、これハンドルステンレスなのかな、確か、三洋のアルミですよね。ということでね、ざっとレビューしました。まあ、まだちょっと分かんないこといろいろあって、あと回生執行速度か、今に時速27キロ、あ、回生しますね、28キロ、今まだ回生してます。まあ、ギリギリ回生しますね。だからその辺、まあ、ビビチャージ W だと時速29キロくらいまで回生するんで、うん、30キロぐらいかな、30キロちょっと弱か、30キロぐらい。 WT は31キロ、まあ、30キロまでは回生するということで、まあ、その辺ギア比は変わってなさそうかなというところですね。であとね、ちょっと気になるのが、これ W と違うのかな、若干ね回生ブレーキの反応が遅いかなっていうところがありますね。少しなんかね回生ブレーキの反応が、要はブレーキ握って回生かかるまでのタイムラグがなんか従来モデルより若干大きい気がするんですけど、まあ、ちょっと気のせいかもしれないです。はい、という感じでね、
まあ、個体差とかもあるかもしれないんで何とも言えないんですけど、うん、まあ VB チャージ W と比べると、まあそうですね、まあ、パッと見で、まあ大きく割と違うのは、まあ、このパネルの、まあ、この表示できる内容ですねが、まあ、この残り走行可能時間と残り走行可能距離ということで、まあ、前の積算距離とカロリー表示から変わっているというところは大きく違って、あとは、まあまあ、この 前の動画で言った通りブレーキランプシステムが廃止されてライトも変わっているというところ、まあ、外見上分かるところで、あとまあ乗り味的には、まあ、正直そんなに変わらないけど、まあ、アルミフレームだから軽くなってて、うん、まあ、ただそうですね、アルミフレームとその鉄フレームの乗り味の違いっていうのは、まあ、あるはあるんだけど、あんまりね、私がちょっとその辺のセンスを持ち合わせてないっていうか、乗り心地に関してね、あんまり喋れないんで、これ車のレビューでもね、そうですけど、うん、まあ、乗り心地どっちがいいかっていうとね、まあ微妙かなっていう感じですね。まあ、ただ、まあ、軽い方がね、やっぱりいろいろ平中でモードとか使いやすくなるんで、まあ、アルミフレームであるっていうのは、まあ、私はね、まあ、他のビビチャージとの差別化というか、まあ、従来モデルとそこが違う、そこはまあいいポイントだというふうには思ってますね。まあ、ちょっとアルベルトっぽいというか、まあ、ブリヂストンっぽい感じ、 今のさフロンティアとかねに近い感じで、まあ、でもブレーキランプシステムは私は古いモデルの利用してつけてますし、まあ、左右ブレーキレバーの、ね、回生もあるんで、まあ、このビビチャージ A はですね、まあ、しばらく私の手元において、まあ運用していこうかなというふうに思います。はい、ということで今回はですねビビチャージ A の最初の走行レビューでした。ご視聴ありがとうございました。